こんばんは、三影です。今日は新宿に来ました。歌舞伎町じゃないですか。何やってんすか、こんなとこで。10年ぶりぐらいに洋服見に来ちゃった。ちょっと一人で徘徊したんですけど、変わっちゃったね。いや、そりゃ、変わるでしょ、10年もあれば。アドワーズなくなっちゃったよ、そこのゲーセンあったんだけど。今日は新しい歌舞伎町の案内をしてもらおうと思って。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。翔ちゃん TV です。よろしくお願いします。ちょっと三影さんとお会いするのは初めて。ありがとうございます。あ、もう全然、こちらこそ。どうですか、はい、生三影。いや、ちょっと今日は三影さんとちょっと緊張しちゃって、もう出ちゃった後だから、もっと早く分かってたら着替えてたんだけど、ちょっと男と女だから何が起こるか分かんないし、シラフさんのと待ち合わせとまたちょっと違うんでね、あのテンションそうなんですか。コメントの、ね、あの YouTube 上での、その僕が三影さんの動画に出して、それのやり取りだけど、もう生三影さんは初めてなんで、はい、なるほど、はい、よろしくです。いやいや、エロいこと考えないでくださいね。まあ考えてもいいけど、考えるだけなら。今日は歌舞伎町の三影散歩です。ねえ、小間劇前だったのってここですよね。そうですね、昔の、はい、じゃあ案内お願いしますよ。今日も全然久しぶりに行きましたよ、本当に。ライブハウスできる前はよくいたんですけど、できてすぐぐらいからもう来てなかったんで。はいはいはい、はい、小間劇の頃は知ってるんですか。ここが小間劇場だけど、小間劇場で劇場前広場の時に、ああ、ここはちょっと噴水みたいなのが、はい、あ、そこがボーリング場だったんですね。はい、ハードアーズっていうお店があったんですよ。はい、まあそこの集団が歌舞伎町卍会、ああそうですか、ボランティア団。これがメンバーなんだ。あそこにちょっとあの可愛いっていうやつがいるんで。あ、本当ですか。はい、ちょっと話してみます。あ、本当ですか。大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。あの高知かどっかの、高知かどっかので。あれ。でも大丈夫？あのね。三影さんって YouTuber。 はじめまして。モザイクある。モザイクの方がいいですね。もうあの、はい、何でも三影さん聞いてる。何でもって俺何聞かれるの。オープンな男なんで。あ、本当ですか。ここに来た理由。ここに来た理由。はい。なんかあの仕事とかできたんですか。いや、家庭環境悪かって。はい。でまあ。いろんなところの景色見たいなと思って、こっちに行って。ああ、本当ですか。ちょっと良くなったりとかしました、環境。いや、地元僕香川県なんですよ。香川県で、でまあ環境も家庭環境を全部掘った感じで、こっちにも増えてきた。はい。なんでまあ今の方が楽しいですね。ここはもう楽園。楽園っていうか、まあ仲良いメンバーで集まって、まあ、唯一楽しい時間が作れるのかな。ちょうどね、僕が去年の夏にね、夏にちょうど出会って、はい、そう。じゃあそのくらいに来たんですか。そうですか。じゃあまだ最近1年経つぐらいか、思ってたんですか。そうですね、はい、若いのにあの結構しっかりした考え持ってるから、はい、お友達もたくさんできたかな、もう綺麗に。そうですね、まあ、やっぱ集まったらいいな、名前呼んで来てくれる。あ、昔ちょっと1週間だけ何も持たずに私もここに滞在したことがあります。あ、そうなんですか。20歳ぐらいの時に。じゃあ元祖東横キッズではない。だからすごく友達増えて楽しいって気持ちが分かります。あ、みんなフレンドリーなんで。うん、あとみんな助け合いしてたイメージですよ、昔も。やっぱりこう、はい、お金、まあ、一番ある子がこう食べ物をね、みんなであれしたり、はい、まあそういう寂しい気持ちはね、結構みんなこう集まるから、うん、そういうのをね、埋めるあれはね、うん、できますよね。
いろんな人と会っていろんな経験が知れますよね。そうそうそう、ね、いろんな価値観も知れるから。めっちゃ可愛い。すごいよ。やば。見せて。チャッキー。すごい。この間ね、僕ね、東方の前歩いてたらチャッキーのコスプレしてるやつおったんですよ。本当に。写真撮ったんですけど、後ろ姿しかないんですけど。チャッキーって早くですか。わあ、すごい。シナブさん、チャッキーフットリアルチャッキーです。私も負けないよ。やるよ。同じ格好しなきゃダメ。僕あのこれの首動くやつも撮ったっす。首こうやって動くやつ。ユニバーかどっかのお土産でもらって。そんな感じです。これからなんか夢とかありますか？夢ですか？はい。考えではしたいなと思うことはやっぱあるんですけど、なかなかたどり着かんなまだ若いからこれからですよ。まあ、まだ20、21、22だから。今年22だよね。まだこれからね。いろいろね、まあ。免許もあるから何でもできるじゃん。そうそう。うん。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。たくさんいるんですね。ちょっと待ってるのは、はい、この地下でバンドやってるから、はい、あの今それのお客さんで、まあ、こっちはワープっつって、はい、あのクラブですよね、はいはい、昔より人少ないですね。少ないですね、はい、私が20歳ぐらいの時に人生の勉強しに来た時よりは半分以下ですね。これは。はい、じゃあ三上さんも当時の東横キッズみたいなこう路上でこう来た時代があったんですか？いや、あの仕事とかはしてたんで、あその時はあの休みの日、あ休みの日あのまとめて撮って、はいはい、ここの子たちと話したくて来ました。女友達が来ました、はいはい、でいっぱいできたんで、はいはい、今日もうおまわりさんがうろ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 してる。すごい綺麗ですね。そうですね、はい、やっぱり夏に向けてこう、ね、未成年の子たちがやっぱりこう出てきちゃうので、はい、うん、だから取り締まりがあ、そうなんですね。いや昨日はもう昨日僕ちょっと仕事終わって寄ったら、はい、ある未成年の女の子おばさんが走って全力で追っかけてて、そしたらそのお母さんだったんですよ。お母さんが娘をそんなことも、あるんですね。偶然遭遇して昨日。じゃあちょっと他も見てみますか。行きます。